レベリオン・レーシングはスイスのレーシングコンストラクター。2008年には時計の高級ブランド、レベリオンを設立している。ローラ B10、60トヨタ2007年により、ルマンシリーズの GT2 クラスに参戦を開始し、ランキング5位に入った。2008年には LMP2 クラス、2010年には LMP1 クラスへとステップアップしている。 2011年より TMG が LMP1 エンジン供給をするという形でパートナーシップを結び2010年の10月にポルトガルのポルティア元スペインのモンテブランコでレベリオンと TMG が集いテスト走行を行ったシャーシはローラ B10-60 であるこの時点でのドライバーはニール・ジャニニコラ・プロストとアンドレア・ベリチッチジャン・クリストフ・ブイヨンであった ルマン24時間レースでは12号車のニコラス・プロスト、ニール・ジャニ、ゼロエン・ブリーク・モレンが予選で8位、決勝では6位フィニッシュを記録し、ガソリン車ではトップのフィニッシュとなった。13号車のアンドレア・ベリチッチ、ジャン・クリストフ・ブイヨン、ガイ・スミスは190周目でリタイアを喫した。しかし同年のルマンシリーズでは1点差で LMP1 クラスチーム王者に輝いている。 またインターコンチネンタル、ルマンカップの主海国際サーキットで行われた主海6時間レースでは劇的なレースを展開する。ニール・ジャニ、ニコラス・プロストのマシンはレース序盤にアラン・マクニッシュのカル・アウディ・アール18と接触しボディ全体を取り替えるために予定外のピット作業を観光しなければならなかった。そこからインターコンチネンタル、 ルマンカップの LMP1 クラスでのランキング3位を保持するために必要なポイントが獲得できる4位まで追い上げてフィニッシュした。そして見事ディーゼルターボのプジョーとアウディに次ぐシリーズ3位の座をものにした。ロータストヨタ2012年2月1日にニック・ハイドフェルドがドライバーラインナップに加わり同年開幕の FIA 世界耐久選手権に参戦することが発表された。 またロータスが、スポンサーにつくことが発表され、エントリー名は、ロータスレベリオンレーシングとなった。セブリング12時間レースで12号車のニコラス・プロスト、ニック・ハイドフェルド、ニール・ジャニーが3位表彰台を獲得した。また同年プチルマンにも参戦、総合優勝を収めている。レベリオン R1 を俺からエナナ・ギブソン31号車2014年に、ロータスとの2年間の契約が終了し、 新規にレベリオンレーシングとして FIA 世界耐久選手権にプライベーターとして LMP1L のクラスに参戦。初戦は前年と同じローラ B12-60 を使うが第2戦からはフランスのコンストラクターであるオレカと共同開発した新型車両のレベリオン R1 を投入した。ワークスハイブリッド勢の競争が激化したことで ライバルがバイコレスのめという状態ではあったが、3年間希少なプライベーターとして LMP1 に2大体制で参戦し続けた。なお2015年にはエンジンをトヨタからエアー製の 2.4LV6 ツインターボに変更している。2017年は競争を求めて LMP2 にステップダウン。2大体制での参戦でシャーシはオレカレー7。 ルマンでは優勝できなかったもののシリーズでは前年圧倒的な強さを誇っていたシグナテックアルピーヌマットムートや最終戦までチャンピオン争いを繰り広げたジャッキー・チェン・ DC ・レーシングを打ち破りチャンピオンとなった2018年は LMP のワークスがトヨタ一社となりプライベーターにも有利なレギュレーションとなったため他の多数のプライベーターたちと共に l m p 1 2に大体制で復帰する。ドライバーは1号車が、ニール・ジャニー、アンドレ・ロッテラー、ブルーノ・セナ。3号車が、グスタボ・メネゼス、トーマス・ローラン、マテアス・スベシェの、計6名。マシンは、R1 同様、オレカとの共同開発のレベリオン R13。エンジンは、ギブソン製 GL458 を搭載する。2018年4月には、 tvr との提携を発表した。シーズンの多くは、トヨタ勢の後進を返したが、トヨタ TS050 ハイブリッドの2台が、チェッカー後に失格となった、シルバーストーンで、繰り上がりではあるが、3号車が、シーズン初優勝を果たした。レベリオン R13 3号車、2019年2019年から2020年のシーズンはメンバーを変更。離脱したジャニーと、ロッテラーに変えて、 メネゼスが1号車へ移り、新たにノーマン・ナトがレギュラーメンバーとして加入した。予選及びレースではサクセスハンディキャップの助けもあり、第4戦上海と第5戦ローンスター・ルマンで勝利した。2020年はチームオーナー兼プレジデントのアレクサンドル・ペシがロマン・デューマが率いるチーム RD ・リミテッドが開発したレベリオン DXX バギーのステアリングを自ら 握りタカールラリーにも参戦。トヨタ画像レーシングで前年総合優勝を果たしたナッサー・アルアティア、マシューバー・ウメル組から指導を受けたかいあって、ルーキークラス3位、ガソリン2輪駆動車クラス11位で完走を果たした。このように精力的な活動を行ってきたレベリオンは一時は、プジョーとハイパーカー規定で提携することも正式に発表されていたが、 ダカール直後の2020年2月13日、ブランド戦略の方針転換を理由に、同年のルマンを最後にモータースポーツを含むすべてのスポーツビジネスを終了することを発表。その後バール沿線まで継続する予定であったが、実際にはエントリーをせず、結果的にはルマンで15年にわたるモータースポーツの歴史に幕を下ろした。 2020年4月の時点で CEO のカリム・ブハドラはダカールやグループ GT3 で活動を続ける可能性を示唆したがこれらは2021年現在まで実現されていない。なお時計事業ではモータースポーツ業界への関与を続けており2020年3月からブランパンに代わって GT ワールドチャレンジの公式タイムキーパーを務めている。ありがとうございます。